アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルナッシュビルはアメリカ合衆国テネシー州にある都市。同州の州都であり、デイビッドソン郡の郡長所在地である。州内で最大アメリカ合衆国南東部で3番目に大きい都市である。州の中央部北に流れるカンバーランド川沿岸に位置する。音楽、医療、出版、銀行業、運輸業の中心地であり、 多くの大学が存在している。テネシー州最高裁判所の本部であり、中部テネシーの裁判所がある。音楽業界の中心地として知られ、ミュージックシティというニックネームが付けられている。2019年にイギリスで発表されたグローバリゼーションと世界都市研究ネットワークでは、ガンマ都市と評されるなど、アメリカ南東部有数の世界都市である。 1963年から6つの小さな地方自治体を含み、軍と市の政府が合併している。議員40名のうち35名は各地区から選ばれ、5名が全体から選ばれている。2017年のアメリカ地域調査によると人口は69万1243名、ク独立都市を除くと63万4464名である。 全員13軍からなる2017年のナッシュビル都市圏の人口は1 9十万3045名で、州最大の大都市統計地域である。2015年のナッシュビルデイビッドソン軍、マーフリーズボロコロンビア広域都市圏の地域は202万7489名で、ある。ファーストストリートハイオガは流であるカンバーランド、川沿岸に位置し、当初は、 公益拠点として栄えた。川沿いのファーストストリートには、市の条例により、歴史的な外観を保存することになっているため、王子の倉庫の面影を残す建物がある。南北戦争では、激戦地の一つにもなった。ギリシャのアテネにある、パルテノン神殿を模した建築があり、南部のアテネの異名を持つ。現在、カンバーランド川沿いのナッシュビルは、 アメリカ文化の分岐点ともなっており、アップランドサウスで最も急成長している街である。カントリーミュージックの中心地として音楽産業が発展しており、関連する博物館があり、多くのイベントが開催される。ダウンタウンの南西に位置するミュージックローには大小合わせて200近くの音楽スタジオが並び、街の北側にある。 レジャー施設、ゲイロードオープリーランドリゾートコンベンション、センターは、カントリーミュージックをテーマとしたリゾートとして、親しまれている。産業界では、一体の経済、金融の中枢として、機械、食品、化学工業が発達している。周辺の街には、GM サターン工場や日産スマーナ工場などの、自動車工場がある。西部には、南部の名門である。 バンダービルート大学がある。2008年1月に開設されたザイナッシュビル。出張駐在官事務所は同じ年に日本総領事館に格上げされた。これにより在ニューオーリンズ日本総領事館は廃止された。また同年に米国日産の本社がカリフォルニア州から移転した。1779年にジェームズ・ロバートソン。 ジョン・ドネルソンとオーバー・マウンテン・メンがナッシュビル入植の基礎を築いた。彼らははじめ入植地をアメリカ独立戦争の英雄フランシス・ナッシュにちなみナッシュボロを取り出と呼んだ。オハイオ川支流のカンバーランド川に面し、交通や物流に便利であることからナッシュビルは急速に発展し、後に鉄道交通の要所ともなった。1800年にはアフリカ系アメリカ人、 奴隷136名、自由黒人14名を含む人口は345名となった。ナッシュビルは1806年に死となり、デービッドソン軍の軍長所在地となった。さらに1843年には、高級的に、テネシー州の州都となった。南北戦争後の川岸1861年に、開戦した南北戦争までには、ナッシュビルは、 南部の主要都市の一つとなっていた。南北戦争では、水運と鉄道輸送の要衝であったナッシュビルを抑えることが戦略的に重要となり、1862年2月、南部連合国の州都の中で最初にアメリカ軍の手に落ち、テネシーは北軍に占領された。1864年12月15日から16日の、 ナッシュビルの戦いでの圧倒的な北軍の勝利は、最も決定的な戦術的勝利とされている。また、これが、南北戦争において、最後の主要な軍事行動とされ、その後は、ゲリラや小規模な小ゼリアイを含み消耗戦となっていき、南軍は続々とディープサウスに交代していった。南北戦争は、ナッシュビルの経済に、多大な打撃を与えたが、 戦争の終結とともにナッシュビルは急速に再発展を遂げた。戦後数年でナッシュビルは水上及び鉄道輸送の要衝の地位を回復し製造業も発展した。ダウンタウン周辺に今も残る古典様式の大邸宅は19世紀終わり頃のナッシュビルの繁栄を今に伝えている。1925年のグランドオールオープリーの開幕と 当時すでに順調に発展していた出版産業がカントリーミュージックの発信地としての役割を決定づけた。1950年頃、衆議会は議員の選挙において人口の少ない自治体に配慮して全体から選ぶのではなく小選挙区制での選挙に同意した。これにより選挙区によっては黒人の人口が多数派である地域もあった。 1952年に小選挙区制が実施され、1911年に衆議会により黒人の選挙権が剥奪されてから初めて2名のアフリカ系アメリカ人弁護士が市会議員に選出された。第二次世界大戦後、急速に郊外化が進んでいき、新たな学校など多くの様々な施設が必要となった。また多くの郊外の住民が、 市内の住民の税金で設置した施設を使用するなど、税制の見直しが必要となっていた。数年に及ぶ、議論の後、1958年に首都軍により、住民投票が行われた。デイビッドソン軍裁判官、ビバリー・ブライリー、ナッシュビル市長ベンウエストの推奨にもかかわらず、同意は得られなかった。住民投票で却下された後、 ナッシュビルは税収を上げるため郊外の42平方マイルの土地を合併した。これにより、住民の不信感は増大し、郊外住民の怒りを生んだ。1962年、都政の検証のもと合意に達し、税金の違うジェネラルサービス地区とアーバンサービス地区の2段階のサービス供給が提案された。アーバンサービス地区の住民は、市のサービスをべて受けることができ、 ジェネラルサービス地区では税金を低く設定すると、すべてのサービスは受けられなかった。1963年には、デイビッドソン軍の軍役所と市役所を合併し、アメリカで最初に大都市圏行政府を形成した大都市となった。都市圏議会議員は21議席から40議席に増え、小選挙区から35名、全体から5名が選ばれる。 1970年代から目覚ましい成長を続けており、アップランドサウスの主要都市の中でも最も急速に成長している。後継期が続いた1990年代には、当時の市長で後に、州知事となるヒルブレデセンの都心再開発政策の下で、カントリーミュージック伝道博物館、ダウンタウンにあるナッシュビル公共図書館、ブリジストンアリーナ、 日産スタジアムなどのナッシュビルのシンボルというべき建築物の刷新が起こった。ナッシュビルの街並みかつてナッシュビルアリーナゲーロードエンターテイメントセンター及びソメットセンターと呼ばれていたブリジストンアリーナは大型コンサート会場及び NHL または NBA チームの本拠地として建造され1997年に NHL が チーム数を拡張した時に新たに加わったナッシュビル、プレデターズの本拠地となった。2003年以降、2回を残して、毎年プレイオフに進出している。かつて、アデルフィアコロシアムや、LP フィールドと呼ばれた日産スタジアムは、ヒューストンオイラーズがナッシュビルに移転することに同意した1995年に、建築が始まった。1998年に、チームは、 ワンダービルト大学のスタジアムでデビュー戦を行い、1999年夏に日産スタジアムは本拠地としてオープンした。チームはテネシータイタンズと名を変え、ミュージックシティミラクルでシーズンの幕を閉じ、第34回スーパーボウルでセントルイスラムズと戦い、4日目に敗北が決まった。2009年の世界的不況からの回復は、 比較的速やかであった。2012年3月のギャラップ調査によると、ナッシュビルは地域ごとの求人率の順位で、全米5位とされた。2013年、g q 市、フォーブス市、ニューヨークタイムズが見によりナッシュビルは、ナウビル、イットな都市と呼ばれた。初の女性知事メーガンバリーを2015年9月25日、選出した。 バリーは評議員として2015年6月26日にナッシュビル発の同性婚結婚式を挙げている。ナッシュビルの経済界は2017年に全米で成長が目覚ましい都市の順位で3位に数えられ、同年連邦住宅金融低等候補に国内で最も人気の高い不動産市場と呼ばれた。ナッシュビルのダウンタウンナッシュビルの 衛星写真ナッシュビルは、ナッシュビル盆地の北西部に位置し、カンバーランド側に面している。標高は、海抜およそ120メートルから、最高地点で350メートルの範囲に、広がっている。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積1367平方キロメートルである。このうち陸地面積1305平方キロメートル、水域は、 広さ62平方キロメートルで総面積の4.53%を占める。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。短く緩やかな冬と温暖な夏がある。一般的に冬と春が湿潤でもとも乾燥するのが秋である。月ごとの平均気温は1月の摂取3.2度から7月の摂取26.3度まで差があり、日中の気温差は 摂氏10.1度から摂氏12.8度である。冬の降雪量はそれほど多くなく、平均降雪量は1 6トルで、1月と2月、さらに時折3月と12月に降雪がある。2000年以降の記録的大雪は2003年1月16日の1 8トルで、それ以前も含めると一度の暴風雪による。 降雪量は1892年3月17日の43センチメートルが最高である。降水量は11月と12月、春に多く、8月から10月はあまり雨が降らない。春と秋は過ごしやすく暖かいが激しい雷雨が降りやすく、時に竜巻をもたらす。近年の記録的な竜巻は1998年4月16日。 2006年4月7日、2008年2月5日、2009年4月10日、2010年5月2日に発生している。相対湿度はアメリカ南東部で平均的な朝83%、午後60%と穏やかで南東部の平均並みとされる。ここ数十年、都市開発からヒートアイランド現象を引き起こしており、特に涼しい夜に郊外よりも 都心の方が最高摂氏10度高い。アメリカ合衆国のオムショによる植物体幹性区分は 7R である。ナッシュビルの長い春と秋には足したような草木がアレルギーの原因になることがある。2008年、ナッシュビルはアメリカ全速アレルギー財団よりアメリカで最もアレルギーを引き起こしやすい都市18位にランク付けされた。 最低気温は1985年1月21日に氷点下摂氏27度を、最高気温は2012年6月29日に摂氏43度を記録した。ナッシュビルの高層建築フォートネグリーから望むナッシュビルの高層建築群ナッシュビルのダウンタウンにはエンターテイメント、レストラン、文化、建築を楽しめる様々な施設がある。 ブロードウェイとニ番街には、エンターテインメント施設、ナイトクラブ、多様なレストランなどがある。ブロードウェイ北には、ビジネスの中心地、レジスレーティブプラザ、キャピトルヒル、バイセンテニアルモールー立公園がある。街中に、文化、建築を楽しめる施設がある。ダウンタウン近くには、週刊高速道路40号線、65号線、24号線が、通り、 近隣への運転が可能である。ナッシュビルの最初の高層ビルライフカジュアルティタワーが1957年に完成し、その後ダウンタウンにさらに高層ビルが建設されるようになった。通称バットマンビルとして知られる AT&T ビルが1994年に完成すると2000年代中期までダウンタウンでは続々と建設が行われた。 現在ナッシュビル内外に多くの新たな大型アパートが建設または計画されている。近年ではピナクルが2010年に完成し、2017年にはブリジストンアメリカ本社がダウンタウンのスカマホンシンフォニーセンター向かいカントリー伝道博物館隣に完成予定である。多くの公共施設が計画、建設、完成している。近年、 新たな市営バスのハブや実験的プロジェクトである通勤鉄道のミュージックシティスターの駅がダウンタウンに完成した。パブリックスクエアなどのいくつかの公立公園が建設されておりリバーフロントパークは拡大が計画されている。ミュージックシティセンターは敷地面積11万平方メートル延べ床面積3万4000平方メートルの見本市。 国際会議場として2013年5月に開業した。ナッシュビルの人種分布。ドット1点は25人を表現。白、黒、アジア系、ヒスパニック系。その他2016年アメリカ自治体調査によると、人口は66万7885人で、ある。平均人口密度は512人、平方キロメートルで。 住宅件数は29万4794個、単位面積あたり密度は225.8個、平方キロメートルである。2010年の国勢調査によると、この都市の人種構成は、白人65.5%、アフリカ系アメリカ人28.6%、先住民ント、アジアント、太平洋諸島系ント。 根結1.4%である。人口の9.0%はヒスパニック、またはラテン系である。1970年の統計では、ヒヒスパニック系白人は、全体の79.5%を占めた。ナッシュビル・デイビッドソン地域の独立都市を除く、人口を調整済みデータで示す。住民は254,651世帯。 14万1469家族が暮らしている。家族世帯の37.2%が同居する夫婦、14.1%が非婚女性世帯主、4.2%が非婚男性世帯主である。全世帯のうち27.9%に18歳以下の子供がおり、18.8%が一人以上の65歳長のものと同居している。 家族と同居しない44.4%の世帯の内訳は単身世帯36.2%、8.2%が65歳以上の独居である。世帯の平均人数は2.38人、家族の平均人数は3.16人である。この都市内の住民は22.2%が18歳未満の未成年18歳。 以上24歳以下が10.3%、25歳以上44歳以下が32.8%、45歳以上64歳以下が23.9%で、65歳以上が10.7%を占める。中央値年齢は34.2歳である。女性100人に対して男性は94.1人、18歳以上では、 女性100人に対して男性は91.7人で、ある。この年の世帯平均年収は、世帯単位46,141ベイドル、家族世帯は56,377ベイドルである。平均収入は、男性の41,017ベイドルに対して女性は36,292ベイドルで、一人、あたりの収入は27,372ベイドルである。 人口の18.2%及び家族の13.9%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の29.5%及び65歳以上の9.9%は貧困線以下の生活を送っている。25歳以上の住民の33.4%が学士以上の学位を持っている。物価の安さや求人率の高さから ナッシュビルは難民に人気となっている。1990年からの10年間で移民人口は12,662人から39,596人へ3倍以上になった。最も多い人種はメキシコ人、クルド人、ベトナム人、ラオス人、アラブ人、ソマリ族である。 またアンティオークには小さいながらもアフガニスタンやパキスタンからのパシュトゥン人のコミュニティがある。ナッシュビルにはアメリカ最大の約1万1000人のクルド人コミュニティがある。2009年、約6万人のブータン難民がアメリカに渡る一部がナッシュビルへの定住を希望した。2005年、イラクの選挙の際、ナッシュビルは数少ない国外投票拠点の一つとなった。 ナッシュビルのユダヤ系アメリカ人の歴史は150年、前まで遡り住民は8000人、ユダヤ系大学生2000人となった2017年、現在、ナッシュビル都市圏は13軍人口190万3045人で、テネシー州最大の都市圏となっている。中部テネシー41軍のうちナッシュビルの大都市、統計地域は13軍で、キャノン軍、チータム軍、デイビッドソン軍、 ディクソン軍、ヒックマン軍、メイコン軍、ロバートソン軍、ラザフォード軍、スミス軍、サムナー軍、トラウスレール軍、ウィリアムソン軍、ウィルソン軍を包括している。2017年のナッシュビルデイビッドソン軍、マーフリーズボロコロンビア広域都市圏の人口は202万7489人である。市の境に設置されている標識には、ミュージックシティ、 グランドオールオープリーの本拠地と表示されているカントリーミュージックの本拠地としてナッシュビルはレコーディングやプロデュースの主要地となっている大手レコード会社4社同様多くのインディペンデントレーベルがナッシュビル主にミュージックローに事務所を構えている1984年からギブソンの本社がある1960年代より ニューヨークに続き全米で2番目の音楽産業の街となっている2006年現在、ナッシュビルの音楽産業は地域から1万9000人を雇用し、年間64億ドルの経済効果を生み出している。ナッシュビルは音楽産業や観光地として知られているが、最大の産業は医療である。ナッシュビルには世界最大の民間病院経営者のホスピタルコーポレーションオブ。 アメリカなど300以上の医療会社がある。2012年現在、地域で20万人を雇用し、年間300億ドルを生み出している。中部テネシーにおいて、自動車産業の重要性が高まっている。2006年に、日産自動車の本社が、カリフォルニア州ガーデナから、ナッシュビル南西のフランクリンに移転した。また日産は、北米最大の工場を、スマーナに所有している。 1992年より、ブリジストンの本社がナッシュビルにあり、2017年には、ダウンタウンへの社屋移転と、業務拡大が行われることとなった。日産やブリジストンなどの発展に伴い、ナッシュビル近辺に、日系企業が増えたことから、ルイジアナ州ニューオリンズから日本総領事館が、ナッシュビルのパルマープラザに移転した。ナッシュビルの他の、主な産業は、保険。 金融、出版などがある。また、ナッシュビルには、ユナイテッドメソディスト協会、南部バプテスト連盟、ナショナルバプティストコンベンション USA、福音バプテスト宣教団などの、プロテスタント研修派の本部がある。1912年に、ナッシュビルで創業した、グーグークラスターなど、人気のある南部の歌詞で知られている。フォーチュン500に掲載された、ナッシュビルの企業は、 デル、HCA、ダラージェネラルである。2013年、フォーブス氏は、ビジネスやキャリアに良い場所として、ナッシュビルを、第5位にランク付けした。ナッシュビル氏の2014年、包括年次財務報告書による、上位雇用者を以下に示す。20世紀初頭、バンダービルト大学は、ジョン・クロー・ランサム、アレン・テート、ロバート・ペン・オーレンなどが所属した分泌グループである。 フュジティブズ、アグラリアンズで知られていた。カントリー関連以外での人気のある観光地は植民地時代の住居を再現したナッシュボロ鳥で南北戦争の戦場であるフォートネグリー、テネシー州立博物館、アテネのパルテノン神殿の原寸大レプリカのパルテノン神殿などである。また、テネシー州会議事堂は現在も稼働している。 全米最古の会議児童の一つである。アンドリュー・ジャクソンの邸宅、ハーミテージは一般公開されている大統領の邸宅で最古のものの一つである。ナッシュビルは音楽で最もよく知られているが、名物料理でも有名である。最も人気のある名物料理には、ホットチキン、ホットフィッシュ、バーベキュー、メインと3種のサイドメニューのミートスリーがある。 ナッシュビルの美食文化はトラベルレジャー誌で第13位にランク付けされた。ライマン公会堂はカントリーミュージックの母なる教会ナッシュビルは様々なジャンルの音楽やエンターテインメントにあふれている。テネシーパフォーミングアーツセンターはパフォーミングアーツの主要な公演地であり、テネシーレパートリーシアター、ナッシュビルオペラ、ナッシュビルバレエの本拠地となっているか ブロードウェイミュージカルの全米ツアーが上演される。2006年9月、ナッシュビル公共楽団の本拠地として、スカマホンシンフォニーセンターが開設された。ナッシュビルという言葉自体が、カントリーミュージック業界を表すように、カントリーミュージック電動博物館、ベルコートシアター、ライマン公会堂など、カントリーミュージック関連施設が、観光客に人気である。 1974年にダウンタウンから 14km 東に移転するまで、ライマン公会堂からグランドオールオープリーが生中継されていた。現在、グランドオールオープリーはオープリーミルズ隣のグランドオールオープリーハウスで、週に何回か生中継されているが、毎年冬にはライマン公会堂から生中継される。ダウンタウンには多くのライブハウスや、 ホンキートンクのバーがあり、このローアーブロードウェイ、2番街、プリンターズアレイは、ディストリクトと呼ばれる。毎年 CMA、ミュージックフェスティバルが行われ、何千ものカントリーファンがナッシュビルを訪れる。毎年9月には、テネシー・ステート・フェアが行われる。1960年代から1980年代、ナッシュビル・ネットワーク、現 RFDTV から、ヒーホ。 ポップ、ゴーズ・ザ・カントリーなどカントリー関連のテレビ番組が全米放送されていた。現在もケーブルテレビのカントリー・ミュージック・テレビジョン、グレート・アメリカン・カントリーが全米に放送されている。1972年から1997年、遊園地オープリーランド・ USA が創業されていたが、閉園後撤去されて、巨大、ショッピングモールのオープリー・ミルズとなった。 コンテンポラリー、クリスチャンミュージック業界も、近隣のウィリアムソン軍の影響を受けつつ、ナッシュビルのミュージックローを基盤としている。このジャンルのレコード会社には、EMI クリスチャンミュージックグループ、プロビデントレーベルグループ、ワードレコードなどがある。ミュージックローの16番街及び17番街には、コンテンポラリー、クリスチャンミュージック以外にも多くの、ゴスペル関連会社がある。 2007年、リバーフロントの観客席で演奏する、カークウェイラムジャズの街としては知られていないが、デーブ・コンバース率いるナッシュビルジャズマシーンやその後の、ジム・ウィリアムソン率いるナッシュビルジャズオーケストラ、ビリー・アデア率いるエスタブリッシュメントなど多くの、素晴らしいジャズバンドが存在している。1929年から1945年、ザ・ハーミテージホテルのオークバーグリルルームで、 フランシス・クレイグ・オーケストラが客を楽しませた。クレイグのオーケストラは、ローカルラジオの WSMAM のみならず、NBC ラジオに12年間出演し続けた。1930年代後期、彼は、ヒューム・フォグ高等学校とバンダービルト大学を卒業した、地元出身の新人ダイナ・ショアを紹介した。マーフリーズボロ近くのラジオ局ホマーと FM はかつて、 ジャズ専門局であったが、現在週末のみジャズを専門に流しており、近年のナッシュビルでのジャズ復興を助け、非営利団体ナッシュビルジャズワークショップは、北部のジャーマンタウンにある改装した建物内で、コンサートや講座を行っている。フィスク大学もジャズ専門局、WFSK を所有している。舞台公演も盛んで、複数のプロ劇団や、ローカルシアターが活動している。 ナッシュビル・チルドレンズ・シアター、テネシー・レパートリー・シアター、ナッシュビル・シェイクスピア・フェスティバル、ダンス・シアター・オブ・テネシー、テネシー・ウーメンズ・シアター・プロジェクトなどが主なプロのカンパニーである。ローカル・シアターのサークル・プレイヤーズは60年以上活動を続けている。音楽の街とニックネームがついている通り、アメリカのカントリーウェスタン・ミュージックの本拠地である。 多くの観光客が世界最長寿ライブ番組グランドオールオープリーのライブを見に行く。カントリーミュージックのファンに人気のカントリーミュージック伝道博物館も目玉の一つである。ゲイロードオープリーランドリゾートコンベンションセンターやショッピングモールのオープリー、ミルズ、遊覧船のジェネラルジャクソン消防と乗り場はすべて通称ミュージックバレーにある。南北戦争史も ナッシュビルの観光に、重要な出来事の一つである。ベルミードプランテーション、カーントン、ベルモントマンションなどナッシュビルの戦いや、近郊の第二次、フランクリンの戦い、ストーンズリバーの戦いのゆかりの地が、随所にある。またフリストセンター4、ビジュアルアーツ、シークッドボタニカルガーデンミュージアム・オブ・アート、テネシー州立博物館、ジョニー・キャッシュ博物館、 フィスク大学のバンベクトゥンアーロン・ダグラス・ギャラリー、バンダービルト大学のファインアート・ギャラリーやサラット・ギャラリー、原寸大復元建築、パルテノン神殿など、美術館や博物館も豊富である。毎年行われるイベント様々な視点により、ニックネームが付けられている。他にホットチキンで知られることから、ホットチキンの首都とも言われている。 毎年ミュージックシティ、ホットチキンフェスティバルが行われ、多くのレストランで南部のフライドチキンの辛い版である、ホットチキンを提供している。1938年にアメリカンフットボールリーグに、ナッシュビルレベルズが参加した。アリーナフットボールリーグには2つのナッシュビルキャッツがあり、1つは1997年から2001年に、活動し、 その後アトランタに売却されジョージアフォースと改名した。もう一つは2005年から2007年に活動していたが解散した。全米で2番目に最古のサーキットであるフェアグラウンズスピードウェイがある。リトルリーグのチームが3球団あり、しばしばリトルリーグワールドシリーズに進出しており、2012年にグッドレッツビルのリトルリーグが ワールドシリーズに進出してから3年連続で、ナッシュビル都市圏から出場している。ちなみに2012年は、決勝戦まで進出し、東京北砂に敗退した。日産スタジアムナッシュビルプレデターズが席を置く、ブリジストンアリーナファースト、テネシーパークは、ナッシュビルサウンズとナッシュビル FC の本拠地。ナッシュビルにはいくつかのプロスポーツのチームがあり、 代表的なものは、NFL のテネシータイタンズ、NHL のナッシュビルプレデターズである。また MLB のナッシュビルサウンズの本拠地である。他にナスカールのウィレンオール、アメリカンシリーズのサーキット上のフェアグラウンズ、スピードウェイも所有している。全米大学体育協会ディビジョン I のチームが4つある。またナッシュビルは、 NCWA カレッジフットボールミュージックシティボールを主催している。2004年、バンダービルト大学大会軍兵学校セ手にある、パークにあるギリシャのパルテノン神殿の原寸、大複製ナッシュビル公園局は、デイビッドソン軍総面積の3%以上に当たる1200エカーの99箇所の公園や遊歩道を所有及び創業している。ワーナーパークスには5000平方。 フートの学習センター、20マイルの景観道路、12マイルのハイキングトレール、10マイルの馬道のある2684エーカーの公園である。また毎年色濃いスティープルチェイスが行われる。アメリカ陸軍公編司令部が管理するオールドヒッコリー湖とパーシープリースト湖では釣り、ウォータースキー、セーリング、ボートなどが楽しめる。ハーバーアイランドヨットクラブは全車を、 バンダービルトセーリングクラブ並びに、ナッシュビル・ショアズは、校舎を本拠地としている。他にセンテニアル・パーク、シェルビー・パーク、カンバーランド・パーク、ラドナー・コシュー・リーズ・などがある。2013年8月27日、カールディーン市長は、ダウンタウンのカンバーランド・川沿い西と東の2つの、新たな公園計画を発表した。2013年秋に、 東岸の工事が始まり、2015年に西岸が完成した。どちらの公園にも長年待望された野外音楽堂が設置される計画が通り、西岸の発電所跡に建てられる、音楽堂は12エーカーの公園に取り巻かれることとなった。座席数2500席、最大収容人数6500名、さらに舞台を見下ろす、緩やかな丘にも、監修を入れる予定である。 4.5エーカーの東岸の公園からは、カンバーランド川の船着き場に降りることができる。市長は、もし完成すれば発電所だった場所が代々市民に、とって楽しめる、誇れる場所となるだろうと語った。テネシー州議事堂1963年、スプロール現象を解消するため、デービッドソン軍とナッシュビル氏は合併した。合併後の政府は、 メトロポリタンガバメント・オブ・ナッシュビルデビッドソン・カウンティーと名付けられ、住民からはメトロ・ナッシュビル、またはメトロと呼ばれている。警察、消防、電気、上下水道を供給している。1963年にメトロが創設されてから供給は当初の市境台のアーバンサービスディストリクト約190平方キロメートルと群内の他の地域、 ジェネラル、サービスディストリクトの2層に分かれていた。メトロ内には、ベルミード、ベリーヒル、フォレストヒルズ、フォレストヒルズ、オークヒル、グッドレッツビル、リッチトップの6カ所の独立都市があり、独自に統括する警察権を除くと、タワメトロが供給する2層政府制で行われている。以前は、レイクウッドも2層政府であったが、2010年と2011年の、 投票により独立行政を解消してメトロ一本化が決まった。ナッシュビルの姿勢は市長、副市長40名の議会議員で取り行われる。現在の市長はデイビッド・ブライリー、副市長はシェリウィナーである。議会議員は35名が小選挙区から5名が選挙区全体から選出される。議会は毎月第一。 第3火曜日午後6時から行われる。中部テネシーのテネシー州最高裁判所が置かれている。テネシー州が共和党支持であっても、ナッシュビルは遅くとも、レコンストラクションから民主党支持である。市内の一部の富裕層は、共和党支持であるが、市民の大多数は、民主党支持である。大統領選において、レコンストラクション以降デービッドソン軍で、 民主党候補が選出されなかったのは3回のみである。1968年、第3政党候補、ジョージ・ウォレスが35.1%の支持を得た。1972年、リチャード・ニクソンが61%の支持を得て、レコンストラクション以降発の共和党候補となった。1988年、 共和党候補ジョージ HW ブッシュが52%の支持を得た。2000年アメリカ合衆国大統領選挙では、テネシー州の民主党候補、アルゴアが、ナッシュビルで59%を獲得したにもかかわらず、テネシー州では、共和党候補ジョージ W ブッシュが選ばれた。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党候補ジョン・ケリーが、 ナッシュビルで55%を獲得したが、テネシー州では、共和党候補ジョージ・ W ・ブッシュが選ばれた。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党候補バラク・オバマが、ナッシュビルで60%を獲得したが、テネシー州では、共和党候補ジョン・マケインが選ばれた。ベルモント大学のフリーマンホール・ナッシュビルが、南部のアテネと呼ばれる理由の一つには、 大学が多いことが挙げられる。ナッシュビルにある大学、カレッジを以下に示す、ナッシュビルから約48キロメートルのマーフリーズボロには、ミドルテネシー州立大学があり、テネシー州内の公立大学で、最も学生数が多い。例年ナッシュビルでの中東教育以降の入学者は、約4万3000人である。まずカンバーランド大学、ボランティア州立。 コミュニティカレッジ、デーマー大学、オモアカレッジオブデザインも含めて、ナッシュビル大都市統計地域の入学者数は7万4千人で、ある。約 64km のオースティンピー州立大学、コロンビア州立、コミュニティカレッジの入学者数は1万3600人で、ある。ナッシュビルには、フィスク大学、テネシー州立大学、メハリーイカ大学、 アメリカンバプティストカレッジの4つの歴史的黒人大学がある。テネシアン本社ナッシュビルの日刊誌はテネシアンである。1998年まで同じビル内で共同経営していたナッシュビルバナーと競合していた。2013年までは無料の日刊紙シティペーパーも読まれていたが現在テネシアンが最も広く購読されている。オンラインの n a s h v i l e l e p o s t c o m は、紙媒体の日刊誌と競合している。週刊の冊子、ナッシュビルプライド、ナッシュビルビジネスジャーナル、ナッシュビルシーン、テネシートリビューンも発行されている。歴史的に、テネシアンは、政治的にリベラルであり、バナーは、保守的であって、シティペーパーに受け継がれた。シーンは、娯楽記事を扱っており、プライドは、 地域の発展や企業関係者に向けている。ナッシュビルにはテレビ局が11局ある。多くの家庭ではケーブルテレビを視聴しており、コムキャストがデイビッドソン軍の大多数を占めるが全てではない。ナッシュビルは全米で29番画面に大きいテレビ市場の地である。ナッシュビルにはカントリーミュージックテレビジョンなどのケーブルテレビ局がある。CMT の主張性質は ニューヨークのバイアコムにある。トップ20カウントダウン、CMT インサイダーなどは、ナッシュビルのスタジオで撮影される。ショップアットホームネットワークは一時期ナッシュビルを拠点としていたが、2008年に閉鎖した。大学ラジオやタンパコミュニティ放送を含み、何十もの FM、AM のラジオ局があり、全米で44番が目に大きいラジオ市場の地である。 95.5FM の WSM-FM は、カムラスメディアが所有している。オープリーランドから放送している、WSM-AM は、ゲイロードエンタテインメントカンパニーが所有しており、全米で 650AM、または、オンライン WSM オンラインで聞くことができる。WSM は、グランドオールオープリーを放送していることで知られている。1510AM のホラックは、 クリアチャンネル所有のトーク曲で、かつて保険会社ライフカジュアルティーンシュアラウンス、カンパニーオブテネシーがスポンサーであった。その競合相手の WWTN は、コミュラスメディアが所有している。グリーンマイル、ラストキャッスル、ガンモ、アイと呼ばれるもの、ツーウィークス、歌え。ロレッタアイのために、ナッシュビル、カントリーストロングなど著名な映画が、ナッシュビルで撮影された。 またテレビでは ABC で市内各地で撮影されている連続ドラマ、ナッシュビルが全米で放送されている。シェルビーストリート、ブリッジ下を通るミュージックシティスターナッシュビルは、週間高速道路40号線、24号線、65号線の交差点中心地に位置している。ダウンタウンより南で440号線がそれぞれと接続している。 修道155号線ブライリー通りが北側を囲むように通っている。クラークスビルパイク、ギャラティンパイク、レバノンパイク、マーフリーズボロパイク、フランクリンパイクなど市内の中心部から放射線上に伸びる主要な道路には近隣の都市名にパイクが付けられている。ナッシュビルメトロ交通局は近年新築されたダウンタウンのハブから市内にまたバスを走らせている。 バスラピッドトランジットにより、新たなルートの拡大を計画し、将来的には、新たな電車の新設も検討している。ナッシュビルは、パイドモントアトランティックメガリージョンの一つとされている。ナッシュビル国際空港は、1986年から1995年まで、アメリカン航空のハブとして機能していたが、現在サウスウエスト航空に焦点を当てている。 2011年、登場467万3047人で、全米で34番が目の搭乗者数となった。アメリカン航空、デルタ航空、フロンティア航空、サウスウエスト航空、ユナイテッド航空、US Airways、エアカナダなど主要な航空会社が乗り入れている。またエアトラン航空が、試験的に運航している。現在日本との直行便はないが、 日産及びブリジストンの業務拡大及び多数の日系企業の進出に伴い直行ビューが検討されている。アムトラックナッシュビルユニオン駅 CSX トランスポーテーションの主要なハブとなっているが、ナッシュビルには2015年現在都市間営業線としてアムトラック列車が運行しておらず、インディアナポリス、シカゴ、セントルイス方面へは連絡バスによる接続が 取られている。アムトラックは1979年10月9日まで、ナッシュビルのユニオンステーションを使用し、列車フロリディアン号を運行して、ケンタッキー州、ルイビル及びナッシュビル経由で、シカゴとフロリダを結んでいた。ナッシュビルで、アムトラックの再開を望む声はあっても、具体的になることは長らくないままで、路線網が拡大されれば、集客を見込めるかもしれないが、 テネシー州政府の経済的理由により再開の見込みはないとされてきた。通勤鉄道2006年9月18日、通勤通学用列車ミュージックシティスターの運行が始まった。レバノンとナッシュビルのダウンタウンにあるナッシュビルリバーフロントを結んでいる。現在、クラークスビル、マーフリーズボロ、ギャラティーンと接続の可能性を検討している。背景には、 社内信号システム PTC 導入義務をめぐる連邦鉄道管理局の対応が鉄道安全法の要件と国家交通安全委員会勧告が相揺れない課題がある。ナッシュビル地域交通局とナッシュビルイースタン鉄道会社は資金面の問題により2018年期限までにミュージックシティスター通勤鉄道に PTC を実装できないとして フラに運行速度を下げて、PTC 適用条件を回避する方策を示した。PTC の高級的免除を求める、このやり方に対し、会員議員は、連名で、ロンバトリーフラ管理者に書簡を送って、承認見合わせを求めた。旅客と貨物鉄道輸送を継続するには、PTC 免除ではなく、フラはむしろ一歩踏み込んで、規制強化により、 鉄道会社の法律遵守を支援するべきとしている。議会は、PTC 実施助成金を承認し予算化、2019、会計年度には追加の資金調達が見込まれるという。橋ナッシュビルの主な橋を以下に示す、ナッシュビル出身者を以下に示す、生、または、グループ名等の五十音順。ナッシュビルは、姉妹都市プログラムに、 積極的に参加しており、以下の都市と提携している。ありがとうございます。